東小金井駅。東小金井駅は、東京都小金井市、梶野町五丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本中央本線の駅である。駅番号は、JC14。当駅を含む区間は、運行系統上は、中央線と案内される。運転形態の詳細については、該当記事を参照のこと。下り方面が、端式ホーム一面一線。 上り方面が、島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する高架駅である。地上時代は、京城駅舎で、相対式ホーム2面2線を有していた。かつて東駅西側に改札を新設する、要請願する声もあったものの実現しないまま、高架化に至っていたが、2014年1月27日に、公述の野野は東小金井及び野野は、 口改札開業に伴い実現された。開業した頃は武蔵境寄りに自動車を積み下ろしするための設備が設けられていた。JR 中央ラインモールによる業務委託駅で指定席券売機、自動券売機、自動改札機が設置されている。緑の窓口は2018年6月30日をもって営業を終了した。 出店、JR 東日本、駅構内図、2番線は、信号設備上、両方向の進入、出発に対応している。そのため、実際の案内表には、路線名しか記載されていない。上りの一部に、当駅で、通勤特快、平日朝のみ、特急列車の通過待ちを行列車が設定されている。また、二千十二年三月十七日ダイヤ改正より、 朝のみ、上り列車が1番線、2番線ホームから交互に発車する形となっている。早朝と深夜には、総武線直通や中央線東京駅発着の各駅停車も運転される。それ以外の時間帯はすべて快速電車である。JR 中央線は、2020年代前半、2021年度以降の向こう5年以内をめどに2階建てグリーン車を2行。 連結させ12両編成運転を行う。そのため、当駅はホームの12両編成対応への改築工事などが実施される。2018年、平成30年度の1日平均乗車人員は3万1553人である。近年の推移は下記の通り、2003年9月に線路を切り替えた際、上り線の三北に移動させたため駅西側を通る。 東大通り、都道247号の東町踏切では、横断距離も、遮断時間も長くなり、駅構内を自転車で通過する、高校生が増えるなど、開かずの踏切として、社会問題となった。また、京城駅舎の自転車通行に対応するため、エレベーターは南口、北口ともに2機ずつ、合計で4機並べて設置されていた。その後、 踏切の横断距離は元に戻り、南口閉鎖と地下通路を新設により、駅舎内の自転車通行は減少したが、駅構内の自転車は降りて引いてくださいの掲示はそのまま残されている。また、地下通路用のエレベーターが南口、北口に各一基ずつ設置されていた。南口には小規模な商店街が形成されている。北口は中央線高架化工事終了後を見据えた。 土地区画整理事業及び駅前整備事業が進められている。中央線高架化工事の進行に伴い、2006年3月13日より南口が閉鎖された。このため、駅の南側へ行くには、北口から新設の地下通路を通る必要があり、歩く時間が少し長くなった。2007年6月30日から7月1日にかけて、 下り線で降下切り替え工事が実施された。この切り替えにより、京城駅舎の改札口が廃止され、上下線で別々の改札口を持つ形態となった、前日の北口にレミエレーターは使用停止となった。下り線は本節となる降下した改札口を使用し、上り線はホーム脇に設置される地平の仮設改札口を使用するが、下り線は南口。 上り線は北口にしか接続しないため、南北相互の連絡は改札外の地下通路か東町踏切に頼ることとなった。東町踏切は以前は南北往来が歩行者、自転車のみ可能で、自動車及びオートバイは北方面から南方面にのみの一方通行になっていたが2012年に工事が終了し自動車及びオートバイの南北往来可能になった。 上下線分離となることから、上り線用の仮設駅舎にも一通りの設備を設ける必要があるが、トイレについては、京上駅舎のものを引き続き使用していた。このため、改札もホームも地平にありながら、トイレだけが2階にあり、アクセス用に、階段、エレベーター各一本が残る形となった。2008年12月、北口においては高架化工事終了後を見据えた。 整備事業の一つである、東大通りの道路拡張工事のための土地接収、及び居住住民の退去などが少しずつ進んでいる。2009年12月5日から6日にかけて、上り線の高架切り替え工事が行われ、この工事終了をもって上下線とも高架化を完了した。2011年2月、引き続き上り線側壁工事や旧南北地下、 自由通路埋め戻し工事などが行われ、完了した。2014年1月27日、この事業に伴い生まれた、高化した空間を活用する中央、ラインモール構想に基づき、西口改札、野々脇口工事及び野々脇東小金井が開業した。JR 東日本グループの株式会社、JR 中央、ラインモールが運営を行っている。 2017年3月16日に北口の駅前広場交通ロータリーが開業した。駅周辺の南北往来は東大通り全てか駅改札通路、歩行者、駅改札通路外南北通路、歩行者、自転車で可能である。武蔵野市や国立市と合わせて油そばの発祥の地と呼ばれるエリアの一つである。駅周辺には大学のキャンパスが多く点在しており、 完静な住宅街と学生街との二面性を合わせ持つ街である。駅南口にある日本歯科大学グラウンドでは毎年盆踊り大会が開催される。小髪ながら仕掛け花火や打ち上げ花火の点火もある。東京都立小金井公園や同園内にある江戸東京建物園まではコミュニティバスで10分ほどである。高架対応実施前は東駅北側に 高架福福先行自走機着工を請願する玉の福福とキャッチコピーが表記された招き猫の看板が存在した。地元では、当駅名並びに駅周辺地域を日がこと称すことがある。最寄り停留所は東小金井駅、京王バスここバス並びに東小金井駅北口、ムーバスである。最寄り停留所は東小金井駅南口である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。